どうも、エルです。それでは、原神やっていきたいと思います。んじゃ、やろうやろう。訓練場所だね。そっちに移動していこう。これ何なんだろうね。ここか？そこにある装置は何なんだ？ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び対策を立てれば戦いも有利になるじゃろう。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中から逃げられたのじゃから、これしき難しいことではないじゃろう。いや、めちゃくちゃすげえな。再現ってか、なんだろう、普通の人ではないのかな。仙人的なね、ちょっと違う感じがするもんな。挑戦開始。回避10、いけー。そういうことね。この程度の傷。ねえ、むずいぞ。次耐えれるかどうかみたいなところか。その単純にさ、モーションライデン将軍もこんぐらい本当に使えたらいいんだけどね。かっこいいよね、あの人たちは。あと何回か来るね。岩山八九、突きあり、突きあり、いや、いざ。よし、オッケー。完璧だね。いやー、勝利先生ありがとう。まあでもなんだかんだ勝利先生いる方が良かったりもするんだよね。ああ。練習したな。きつかったですめっちゃきつかった。ところで、ミコはなんでこんなにライデン将軍のことを知ってるんだ？おう、わらわにそれを聞くのか。そうじゃな、わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。おえ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜその感じ、わらわの狐お姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。ああ、キュービか。
なるほどね、キュービカ。だからそんな感じか。あー、もうめっちゃ興味あるけど、どんな感じなのかね。調子に乗るな。うふう。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろう。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。 A が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。独りよがりは将軍の方。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな。何時らにこれを言ったのはわらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対ライデン将軍特訓第2幕と行こうか。まだあったのかよ。第2か、回復させよう。いやー、意外と大変だったからな。さあ、第2幕。攻撃受けながらってことか。把握しながらってことだね。あまねー。まあまあまあ、まだこっちの方が。終わった。これでどうだ。ふむ、なかなかいい出来じゃ。ダンジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあ、オイラたちはこれでライデン将軍に勝てるのか。まあ、全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ダンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、何時は抵抗軍をどう見る。まあ相手じゃないよね、ライデン将軍のね。なんかまあまあそうだね、うまいこと使われてるけど相手じゃないな。うむ、確かに。たとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ2番隊の隊長なんだぞ。
蔑んでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。計画って一体何？おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。このタイミングで客か。さて、ここで話すとしよう。何時が気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり、一番重要なことが何なのかわかるか？なんだ？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。そうだね、三平の言ってたことがそれを証明している。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。そうだね、ファリーと協力してるのもあるけど、どっちだろうな。勘定奉行もとっくに幕府を裏切ってる。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の二つはファデュイと結託しておる。欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、二つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに、二つの奉行と雷電将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ？切り口を稲妻人に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか？わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば、何時をきっと雷電将軍の前へ導くことができるじゃろう。じゃあ天領奉行だったらあの子か。多分その子が客で来るんだろうね。回りくどい言い方はやめてって。幕府軍を率いるものじゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る。今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。奴を捕らえろ。はっ。九条、サラ。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか？ちっ、八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので？友と語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。御意。
では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか。相変わらずじゃの九条サラ殿、将軍への忠誠において何時にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然、そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえ雷電将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断、私に不服はありません。はあ、ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされたものに過ぎぬ、稲妻を陥れる悪性じゃ。そして盲目的に従っているものは他でもない、何時らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ、理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え忠誠を誓ってきました。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり、特に当主の高行様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。私の将軍様への敬意は高行様の万分の一にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。三日後じゃ、三日後またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから何時の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。であればわらわが悪役を演じその皮を剥ぎ取り何時に見せてやるしかなかろう。三日ですね。わかりました。しかしもし証拠がなければ九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それとその時は彼女も連れて行きます。ああ良いぞ。三日後何時のお越しをお待ちしておるぞ、お客人よ。びっくりした。九条サラがこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか。分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。やっぱり神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な賞賛のあるものなどいるわけないじゃろ。じゃあどうするんだよ、3日しかないんだぞ。証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。専門家、断罪公文、鎮守の森か。そしたら、あ、近いね。そしたら今回ここまでにしようか。結構話がいろいろ進んできたのもあるけど、訓練が大変だったんだね。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。